今日は西田正夫について学習しましょう。学校では習っていないけど、有名な軍人さんだったみたいですね。なっちゃんも頑張って解説しますね。目次です。1. 西田正夫とはどんな人物？ 2. 太平洋戦争開戦後のエピソード。 3. 比叡への攻撃。 4. 比叡からの脱出命令。 5. 比叡沈没後。 6. 終戦後の状況。簡単にわかる偉人伝西田正夫。 1. 西田正夫とはどんな人物？ 1895年明治28年10月26日、兵庫県の現在の辰野市、神岡町に生まれる。小学校の頃より抜群の成績を誇った。旧制中学校でも成績はトップであり、中学校のクラスメートであった哲学者の三木清でさえも自責でついに西田を抜くことができなかった。1916年、大正5年11月、海軍兵学校44期を95名中3番で卒業して恩師の短剣を排除。第一次世界大戦では第二特務艦隊に属し、地中海で連合国艦船の護衛任務にあたる。1924年、大正13年11月、海軍水雷学校高等科を卒業。さらに、1928年、昭和3年12月、海軍大学校講師26期を22名中、2番恩師で卒業。以後、戦艦比叡の艦長になるまで、クラストップを保った。第一次ロンドン軍縮会議の際は、首席全権宝部武士海軍大将の随員として、山本五十六と共に派遣され、その後、イギリス大使館付き武官補佐官として、ロンドンに2年間駐在した。帰国後は、1931年、昭和6年、海軍省軍務局、第一括系、駆逐艦島風駆逐艦長、海大教官などを歴任。1935年、昭和10年、11月、第二次ロンドン海軍軍縮会議全権長野、治見海軍大将随員となった。以後、第三艦隊参謀、海大教官、支那方面艦隊専任参謀、軍令部、第三部、第八課長となる。第八課長在任中は、日独伊三国軍事同盟三世の旧戦法であり、反対派で、下院の大井敦氏と激論を繰り返している。ついで、水上規模艦、千歳艦長、第四艦隊参謀、従順洋艦利根艦長を経て、1941年、昭和16年、9月10日、有馬薫大佐の後任として、練習戦艦、比叡艦長となった。二太平洋戦争開戦後のエピソード。比叡を指揮して、南雲機動部隊に随伴し、ハワイ作戦に参加した。1942年、昭和17年に入って行われた、ラバウル攻略戦や、ポートモレスビー攻略作戦などに参加した。1942年3月1日には、蘇竜の九九式艦爆9機と共に、江戸猿駆逐艦を撃沈した。正論沖海戦の後の5月から7月の間は戦艦混合、は？ルノによるガダルカナルへの艦砲射撃の成功に気を良くした、軍令部は比叡霧島による再攻撃を立案した。それを聞いた比叡の西田艦長は同じ作戦が成功するはずはないと、猛反対したが、11月3日、有国のトラック島を科博する戦艦大和での緊急作戦会議において、山本五十六長官の意向を知り最終的には同意する。これが第三次ソロモン海戦と呼ばれる、米従順艦隊との海戦となった。会議後の壮行会から退去する際に、長官室を訪れた西田艦長に、山本長官はもうしばらくだよ、いや、前から考えていたのだ、今度の作戦が終わったら、君にここへ大和艦長として来てもらう。いいだろうと語りかけたという。実際に、開戦直後の12月には、大和艦長の異動があり、西田の同期生である松田千秋大佐が着任している。三比叡への攻撃。11月12日深夜、艦隊の意思疎通不足により、比叡が先頭にして、戦場に突入する形となり、日付が変わる頃、守備していた、米従順艦隊の集中砲火を浴びて、上甲板に火災が発生。この時、西田艦長自身も、足に負傷し、また、操舵室に浸水して、戦場から離脱できなくなった。米従順艦隊には、壊滅的な打撃を与えたものの、
その後、夜明けとともに、ガダルカナル市からのアメリカ軍航空機に再三にわたって攻撃された。機関部は全力発揮可能だったが、断続的な航空機の攻撃により、火事の復旧作業は遅々として進まず、ついに11月13日夕方、応急修理の見込みなしとして、司令部より飛影の処分命令が出された。しかし、西田艦長は、飛影の損害は未だ軽微であると主張し、艦を救う努力をやめなかった。最終的に3度同じ命令を出され、また機関部全滅という報告を受け、総引退日後に誤報と判明総引退艦を決意する。4飛影からの脱出命令。第11戦隊司令官阿部弘明中将も、飛影の実情報告のため、雪風に異常せよという内容の命令を出し、西田艦長を退艦させるよう仕向けた。命令は退避する乗員を運んでいたカッターで、飛影艦上に残る西田に届けられた。西田艦長は阿部中将の直筆と確認するも、その命令を無視して飛影に残ろうとした。飛影はキングストン弁が開かれ、上甲板が海水に現れる状態となった。もはやこれ以上は待てぬと考えた坂本は、上級将校らと共に再度西田の手足を担ぎ上げ、そのままカッターに無理やり運び込んだ。西田艦長は大声を上げて暴れたが、雪風についてからは冷静に振る舞った。阿部中将に飛影の状況を報告した後に、西田艦長は、なおも飛影に戻るつもりでいたが、ここで機関全滅というのが誤報と知る。西田艦長は愕然としたが、その時雪風は動き出し、また飛影に向けて雪風から魚雷が発射された。魚雷は飛影の中央部に命中したが、それでも飛影が沈まず、西田艦長は飛影の沈没を見届けないままその場を去ることになった。その後、アタゴラを主力とする日本巡洋艦隊がガダルカナル市を攻撃した。雪風も現場海域に戻ってみたが、すでに飛影の姿は見られず、重油の帯が残るのみであった。呉飛影沈没後、時の海軍大臣であった島田茂太郎海軍大将により、現役を解き、予備役とする懲罰処分を受けた。これを知った山本長官は、飛影一隻を失うことより、西田を失うことの方が、海軍にとって痛手である。と、連合艦隊の宇垣まとめ参謀長を島田大将のもとに派遣して猛烈に抗議したが、もともと山本らと不仲だった島田の裁定は覆らなかった。予備役編入後の西田は天井在勤武官に就任した。以後、同期が昭和18年5月を皮切りに海軍少将に進級する中、大佐のまま第256航空隊司令、第951航空隊司令、福岡地方人事部長など官職を転々として終戦を迎え、1946年昭和21年3月召集解除となった。6終戦後の状況。西田は長男であったが、家業と実家は弟がすでに継いでおり、西田が本家に帰ることはできなかった。敗戦後は故郷である辰野のそうめん工場に20年間働き、工場長を務めた。自らの戦歴については一切口を閉じ、職場の同僚も元海軍兵らしいとしか知らず、誰も飛影の艦長を務めた海軍大佐だとは知らなかった。妻は若くして世を去り、長男は航空自衛隊に入隊し、次男は東大に進み、娘らは嫁いだ。また一人の娘を闘病生活の後に失っている。西田は子供らが独立した後は独居となり、散らかった家に一人住んだが、勤務態度は良好で部下の信頼も厚かった。給与の他に軍人年金もあり、収入は決して少なくなかったが、戦地を巡礼する旅を繰り返したり、靖国神社に寄付を行ったりと、戦死者を弔う生活を続け、自らは質素倹約に励み、贅沢は決してしなかった。靖国神社での遺族祭で西田を無理やり運び出した坂本に再会した時も、西田とその家族が不遇な扱いをされている責任を感じて詫びる、坂本を責めはしなかった。また坂本が艦長を連れ出したのは私だとする原稿用紙数十枚の原稿を渡し、これを雑誌社に投稿してよいかと聞かれると、その場でビリビリに破り捨て、このようなことはしないでよいと命じた。
西田はそうめん工場を定年退職し、地元に戻った息子と同居していた。腰痛に悩まされ、岡山大学医学部附属病院に通院していたが、腰はくの字に90度曲がっていた。西田はその後ほどなく体調を崩し、1974年、昭和49年3月19日、自宅で死去した。享年80歳没。ご視聴ありがとうございました。良かったと思った方はチャンネル登録をお願いします。